お久しぶりです。今日はいつも私が使っているペントスフトの使い方を動画にしてみたいと思います。普段とはちょっと違う位置からのご紹介なんですけども、私が使っているペイントソフトはこちらクリップスタジオっていう名前のソフトを使っています。こちらはまあ2種類ちょっとあるんですけども、またこちらをちょっと効率します。このクリップスタジオペイントってところをクリップしてみたら、こういう準備画面が出てくるので、このメニューバーがありますね。ファイル、編集、アニメーションと書いてあるんですけども、このファイルってところを押して新規を押すと準備画面が出てきます。これでファイル名を指定できるので、自分が用意したいそのファイル名を設定することができます。例えば立ち絵で用意したい場合は、ファイル名に投資番号、投資ナンバーをつけて、設定しておくと便利でしょう。で、こういった白い画面が出てくるので、主にここのバーは拡大縮小で、これは傾きとか変えられるそうです。例えば横にしたいって時はこういうふうにできますし、人物像を描くことが多ければこういうふうに横にさせたり、縦にさせたいことを書きやすいと思います。これでちょっと大きくさせてみて、でここの動かすバーがあるところで上下できますし、ここの下で左右に右に動かすこともできます。次にレイヤーの説明です。レイヤーはこのところにツール画面で用意されてるんですけども、背景用に用意したい1枚のレイヤー、ただこれは背景用と用意されていて、主に使えるレイヤー1から使っていくことにしましょう。今回は立ち絵で用意するので、例えばいくつかもすでに素材でちょっと用意してるんですけども、例えばこのポーズがいいというのはこのままドラッグさせていくと、こういうポーズが見えてきます。これでちょっと調整することもできるそうです。足とかを手も若干変えられるので、なんかちょっとおかしなポーズになっているので、気にはなるんですけども、これで用意してみましょう。で、この、3D 用のレイヤーのこの透明度を変えることができます。そうすることによってちょっドの UR で変えるとこういうふうに変えることができます。で、まあ、このフィギュアをトーネイドを、まあ、薄くしてから大量のレイヤーに変えると、ここでかけるようになるので、ここから描き始めることができます。例えばペンでGペンとして描いてみましょうか。Gペンのサイズを自分で変えることもできるし、サイズを変えて、でここのちょっとバーが邪魔であれば、矢印ボタンがあるので、ここを押すとメニューが入るので、これを隠しておいて書き出すことができます。もうちょっと小さくしておきましょうか。より書きやすいように私が書いた場合は編集で取り消しを押すとできるようになります。で、色を変えるときはここのところを、ちょっと濃いところに変えて書き出していくことができます。こういう感じに下を描いていきましょう。最初の私はコミックスタジオの体験使用版で使用してたんですけども、使用期間っていうのがあって、あとこの映画保存できるできないっていうのもなんかあったので、体験使用版だったら体験版期間中でも保存ができるっていうタイプもあったので、そちらをちょっと使ってたんですけども、ある程度日数経ってしまうといろいろと制限されてしまってきたので、長く芸人的に使えるペイントソフトでもあったので、私は使用版から、EX 版とプロ版っていうのはあるんですけども、ちょっとプロ版に、有料をちょっと選択したんですけども、4000円でイラストだけで使えるだけに限らず、多分デザインとかそういう方とかも使ってらっしゃる方多いと思うんですけども、いろんなハガキとかのデザインを用意したりとか、あとはビジュアル的に用意した資料がもし出てくる場合とかにも役に立つかなと。イラストのこういったアプリケーションソフトで有料版で買うっていうのは私にとっては珍しいんですけども、なかなか使いやすいので、ぜひ絵描くことが好きな方以外でもお仕事でもすごい万能に使える選手なのではないかと。原型の作成ツールとか、もちろんこのところに上位ツールもありますし、リアシツールがあったり、もちろんそのテキストを入力する画面っていうのがありますので、絵を描くだけ AI だけでなくて、もちろん画像を用意していた画像をここにペーストさせて、で上から、こう資料用の不足事項とかを書きたいときにも使える機能ではないかなと思います。編集例として書くことに関しては続々と書いていっていいんじゃないでしょうか。こんな感じでしょうか。あとはちょっと上の方にも一応顔だけで書いておくとより分かりやすいのではないかと思います。普段はここまで走った書き方しないんですけども、例えばこういうふうに書いたとしましょうか。とりあえず適当にちょっと服のシワとかをちょっと書いてみたりとかしておくと、よりリアル感が出るんじゃないでしょうか。メーカーの方でちょっとサイズを変えて、で一応下書きとしてはこれをかけたので、先ほどの 3D のところを選択させて、でこのダストボックスを押して、削除させてあげるときはこの削除ボタンを押すと消えてくれます。これが以上、下絵の描き方のご紹介でした。次は先ほどはクリップスタジオのそのイラストの描き方について触れたんですけども、先ほど触れたその素材はどこから持ち出してきたのかっていうのを今度はご紹介したいと思います。先ほど有料版で購入したというふうに申し上げたんですけども、どこから取り寄せたのかというと、このクリップスタジオさんの公式のページがあるので、ここを押します。ネット接続がちょっと必要なんですけども、ここに、ペイントってここを押すと、先ほどのその、描画ツールが出てくるんですけども、今回ちょっとここ描画はちょっとしないのでちょっと、閉じるんですけども、素材を探すにはこのサービスってところがあるんですけども、このサービスの中から素材を探すっていう項目があるので、ここを押すと、こういったそのイラスト用素材っていうのが出てきます。いろいろ見てほしいんですけども、本当に無料でご用意してくださってる素材が多くあるので、例えば自分の好みの素材をちょっと探す時もすごい便利なところなので、例えばこれで手書きのお花っていうのがご用意されてるので、ちょっとここでしてみましょうか。ここでちなみに作家さんは藤宮さんっていう方っていう作家さんですかね。ここで、そのダウンロードっていうボタンを押すと、先ほどのクリップスタジオの無料画ツールのアプリケーションソフトの中にその自分が用意したい素材をダウンロードすることができます。せっかくなので、するとですね、ログインしてくださいって書いてあるので、ログインの必要は必要みたいなので、ここでちょっと押してみましょう。もう一回ダウンロードってところを押すと、取得は完了しましたっていうのが出てくるので、もうちょっと確認してみましょうか。この素材を確認するときは、このブラシツールの中にインストールされていくと思うので、この中からちょっと探してみるってこともできますし、先ほど 3D の素材で探したこの項目の中にも入ってるので、このフォルダのマークをちょっと押してみましょう。すると先ほどダウンロードしたところがした素材が出てくるので、例えばこれで新規でイラストを用意するとして、でこれをOK にさせて、ここにちょっとチェックボックスがあるので、ここをちょっと押してみますね。再ダウンロードって書いてあるので、ちょっと再ダウンロードしてみましょうか。ブラシのところでちょっと確認してみましょうか。ブラシで、このもう一つのところにお花のアイコンがあるんですけども、ここを押すと出てきましたね。で、描画ができるということです。こんな感じに素材を手軽に提出させることができます。他にもすでにいくつかダウンロードした素材があるのでご紹介してみましょう。例えば、これはイチョウで、お花は桜お花の花びらとかですね。服飾っていうのもあって、こういったチェーン鎖とか、ちょっとハンドメイド素材とかすることもできますし、こういった真珠にすると、ブラシサイズを変えてみましょうか。ブラシサイズを変えて、こういうふうにすることができるので、まあ、例えばちょっと一旦これを全消ししてみましょう。例えば先ほどの素材を使って、まあ、デコレーションする方法を少しご紹介してみましょうか。例えば、まあ、その先ほどそのビジネス用に使いたい資料に使いたい場合は、で、写真を出してみましょうか。自分が用意してみたい写真を入れる場合ですね、この見開くってところしてみましょう。まあ、ちょっと写真いくつかしてるんですけども、写真を用意しましょうか。こっちの写真を適当に使ってみましょうか。まあ、自分が撮ってきた写真があって、まあ、ちょっと手を加えてみますね。100% にさせて、まあ、レイヤーを下書きをレイヤーにさせてみますね。それでちょっとアップにさせてみて、ではまずも端っこからちょっと装飾したい場合、今度は切り紙レースっていうのをつけてみましょうか。まあ、これちょっとピンクになってるんですけど、とりあえずピンクで用意してみましょうか。サイズをちょっと変えてみますね。こうすることでちょっとおしゃれな感じに装飾することができると思います。少しずつこういった感じに。ですので、ちょっと白にしたいっていう時はこうしておくと、こっちの方が分かりやすいかもしれないですね。まあ、お好みで素材は変えることはできるみたいなので、こういうふうに見逃すことができるみたいです。真珠をしてみましょうか。真珠の場合は。大きくしてみて、でこれでちょっと写真みたいに小さくしてみましょうか。こんな感じに。例えばメッセージカードとか作りたい場合は、こういうふうにどんどん描画ごとにレイヤーを変えていくとより見やすいと思います。まあ、ちょっと大きくしましょうか。させてで、まあ、テキストでサイズは50。で、まあ、文字を大きくしたりで、まあ、文字の色がちょっと目立たないのでカラーを入れることもできます。選択の方を消したいからはもう新しくレイヤーを用意するので、まあ、多いから書くともこういうふうに用意することができるので、まあ、こういうふうに素材を利用してもいいんじゃないかなと思います。あとは保存の仕方ですけども、このファイルってところを押して、まあ、別名で保存ってところを押すと、まあ、保存したい場所を自分で選んで、で名前を入力してこの保存って押すと保存ができます。以上がクリップスタジオペイントを使った簡単なペイントのご紹介でした。